まあ、日本にとってすごい、まあ、日本ラグビー界にとって本当にすごい大会だった。2020年以降、今後、まあ、協会としてやらないといけないのは、いかにラグビーの人口を増やすかっていうことですね。で、今せっかくのブームが来ているので、それにしっかり、まあ、協会もチームもそれにしっかり乗っかって、しっかりとした基盤を作って、でその中で、次のフランスの大会で、一つでもたくさん、上に行けるように、強化も進めないなといけないと思います。小田野健さんに、南アフリカ戦の前の日に来ていただいて、これだけ影響を受けてるんだっていうことを、まあ、そこで語っていただいて、まあ、ジェミー・ジョセフなんかは今年一番のハイライトだったっていうぐらいいいミーティングだったので、次の大会ではそのもう一つ上に行けるようにつないでいけたらなと思います。